それとね、まあ、首都圏もさることながら、関東地方の人たちって、迷信に基づいて、選挙を投票してんの？国政選挙とか、知事選挙とか、市長選挙とか。それってちょっと選挙権と違うんちゃうかな？選挙前になんか迷信がなんか流れるの。そして、創価学会系じゃないの？新たな別のカルト？迷信に基づいて投票するのは、それは選挙権じゃないよ。選挙権の乱用って言って、法律違反じゃないけど、民主主義を壊すもんだし、選挙、なんかナンセンスだ、それから選挙宣伝、迷信の登場人物が必要なんだから、選挙に出んでし、選挙に出さんでし、選挙で投票せんでいい。今の政治システムは、その迷信上の人物は必要としているんですか？そこの首脳にならなかんの、その迷信上の人物は。おかしいでしょ？迷信やねんよ。民主主義と関係ないやん。それっていつも民主主義が滅んでるのよ。それやのに、なんでそんな綺麗事だけ上手に言うの？そこだけ民主主義っていうか、それ民主主義ちゃうから。民主主義の実現は得たけども、民主主義の表現だけは得意やな、ほんま。な、それが簡単な民主主義なの？表現の自由だけなの？あんたの民主主義。